はい、皆さんこんにちは、今日もルームツアー第3弾をお届けしたいと思います。で、今日はですね、蔵前を飛び出しまして、猪苗代の、C01 のオフ会にお邪魔しております。で、その中でもちょっと特殊な頑張ってらっしゃる車を見つけましたので、皆さんにご紹介したいと思いまして、今日は急遽ルームツアーの撮影に参りました。はい、それではですね、こちらのオーナー様なんですけれども、松本さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。松本さんです。では早速なんですけれども、はい、ご自慢の場所、ポイント、ここ何個かあると思いますけども、そこを見せていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それでは一個一個確認させていただきたいと思います。はい。ね、まずやっぱりこの上についている棚収納関係ですね、はい、かなり収納できるようになってます。これぐるっと周り一周全部棚になってますよね。はい。すごい。これどうやって取り付けてるんですか、これ。これは全部マグネットで取り付けてます。マグネット。はい。あ、これ？そうです。これですね。このマグネット。はい。吊るしてるっていう感じなんですか。そうですね。なるほどなるほど。これもあれですね。鉄板ならではの感じですね。そうですね。鉄板が出てるからね、マグネット直接ね。逆に利用して。あ、なるほどね。すごい。あ、すごい。で、上にはぐるっと何を収納されてるんですか？ティッシュとか消耗品関係ですね。この辺とかもすごくうまく、なんかこの幅とかもこの収納に合わせて作ってる感じなんですか？だいたい100円ショップ で材料は揃えてます。これ100均なんですか？これ全部ほとんど100均です。すごい、100均でここまでできちゃうっていうのが素晴らしいですね。この上の棚ぐる、あ、ここもこの後ろもですよね。はい、後ろも棚ぐるっと、はい、とあとこの横も、横もです。つっかえ棒をやってメッシュを貼ってます。はい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 、こんな感じですね。これは引っ掛けてるだけになるんですけど、折りたたみのテーブルになります。テーブル折りたたみなんだ。はい。これも100均？これも100均です。マジっすか、すごい。はい、こっちも、あ、こっちは違うんですね。こっちはまた、これも全部100均です。こっちも100均です。なるほど、100円で、100均でここまでできるってことですね。はい、ここまでするのに、はい、これ100均とはいえおいくらぐらいかかったんですか？全部うちの奥様がやってくれたので、奥様が、その二人は金額は不明なんですけれど、はい、これ奥様なんですか？そうです。すごいですね。それを松本さんが使いこなしてるって感じですね。はい、はい。この横の棚も、これも100均？そうです、これもマグネット、マグネットですね。はいはいはい、すぐ取れちゃいます。本当だ、はい。こういうのってつけると、ほら、よく動くとね、ガチャガチャ言ったりっていうのもありますけど、はいはい、そういうのはそんな、なんないですか？あ、タイラップね。タイラップ。タイラップ。はいはいはい。はい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 。お、素晴らしい。あとはご自慢の箇所ありますか？車の中、普段は、車、今、例えばそこに、チェアがありますけど、この車中泊するときはこのマットを引いて、そこに座ってる感じなんですね。椅子に座って、うんうんうん、車の中で飲んでます。リラックスしてる感じ、はい、はいはいはい、このテーブル使って、はい、はい。で、松本さんはですね、実は車もそうなんですけど、我々としてはもう一個ご紹介したいことがあって、ちょっとね、男前ギアを見つけちゃったので、はい、そちらもちょっと松本さんにご紹介いただきたいなと思います、はい、こちらになってます。もうソロ用ですか、これ？そうですね、ソロ用なんですけど、はいはいはい、実際は2人でも全然できる感じの広さになってます。ちょっと今日風強くて大変ですけど、はい、男前ギアが溢れてますね。はい、はい、こちらのご自慢はどれになりましょう？そうですね、まずこのガスですね。ガス、あ、これね、はい、はい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 、こちらですね。スノーピークのフラットバーナーに、スームルームの2ユニットのテーブルになってます。使い勝手がいい感じですね。そうですね、ちょうどいい大きさで。あれ、これ上ごとくは上なんか乗せるんですか？あー、なるほど。別ですね、はいはいはい、はい、このごとくね。あー、いい、かっこいい。
こっちもかっこいいですね。え、これはどこなんですか？これは焼酎と氷が入ってまして、あとこの棚はネイチャートーンズ、ネイチャートーンズさんの棚です。はい、中に入るとこんな感じです。はい、こんな感じです。はい、あとゴードンミラーさんで買った島野のクーラーボックス。島野ね。はい、これ実はなかなか売ってないですよね。はい、品切れでした。そうなんですよね。はい、あ、寒くてもストーブがちゃんとあったり、はい、これ、あ、大丈夫、ちゃんと取れてそうですね。ストーブあったり、ちゃんとコットがあって、あれ今日は。あ、どっち寝る感じですか？そうですね、気温を見ながら、ね、気温見ながら、はい、でもう一個ですね、ちょっとおしゃれギアを見つけてしまったので、いいですか、これがですね、非常に私としては興味深いペグを使って、ペグを活用してテーブルになってる感じなんですよね。これ知ってる方も多いと思いますけど、これ夜映えそうですよね。ね、これもかっこいいですよね。かっこいい。この夜がまた楽しみな感じですね。すね、え、こちらのカゴは？これは、カインズです。あ、これカインズね。はい、カインズのカゴです。カインズにこんな色売ってるんだ。はい、あ、これもいいですね。これやっぱりあれですね。前回のザワチン同様、はい、あのこだわりはオリーブですね。オリーブです。オリーブ統一です、ね。オリーブです。はい、なるほど。ちなみに、はい、C01 になる前は何に乗ってらっしゃったんでしたっけ？はい、あ、前はあのデリカのスペースギアですね。はいはいはい、1個前のタイプのデリカ18年乗ってました。うんうん、あ、18年、はい、あ、結構じゃあもうそろそろ買い替えかなっていう感じで。そうですね、ちょうど買い替えの時にゴードミラーさんの車を、はい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 、買い替えました。自ら探して見つけてくれたんですか？YouTube で、はいはいはい、YouTube でやってるのを見ました。ありがとうございます。はい、どうですか、乗っても、街乗りもできるし、うんうんうん、遠出もできるし、はいはいはい、すごい気に入ってます。ご不満なところないですか？大丈夫です。大丈夫で、今のところないです。はい、ありがとうございます。はい、はい、それではこんな感じで今日は松本さんをご紹介させていただきました。また次回あなたの車をルームツアーさせていただくかもしれません。よろしくお願いします。ありがとうございます。